何の音？ごめん、扇風機やわ。めっちゃ今熱い音し。めっちゃ扇風機かけてる。ということで、本日は秋葉 TV さんにお邪魔してました。そう、1時間ほどね、そうお邪魔させていただいて、ホラーチャンネルのね、事故物件のお話をさせていただきました。で、ちょっとね、今日は7時半30分とか35分ぐらいに終われたらいいなと思ってます。明日がね、また5時よりちょっと前に起きないといけないので、ちょっとなるべく早くで、今から覚えることがいっぱいあってね、明日までに頑張るわ。でもリアタイの日なのよって、マジでも今日はマジで落ちてきひん、リアタイは火曜日早い、もう みんなに任せたよリアタイ。そう、もう西もリアタイして、なんか自分が出てる回さに限って、なんでこんなうち見れへんのやろ。うん、悔しい。まあちょっと明日は大西大変そうな感じなので、一日明日はハードだよ。悪の娘は始まってるのって、うん、お稽古は始まってるけど、お店はね出れてないのでって感じかな。そう、この間おめぐに話聞いてたの、悪の娘のお稽古具合とか状況とか、早くお稽古行きたいです。ふわピアス素敵、かわいいよねこれ。そう、こっちしか空いてないからさそう、ブランってつけるのをさ、こっちしかさつけれへんねんけどさ、かわいいよね。ハンドメイドやって、もう可愛くて一目惚れして買っちゃった。かわいいね。手作りなんだ。そう、手作りらしい。ハンドメイド素敵ね。たまたま行ったお店がハンドメイドで作ってらっしゃって、その店員さんとさ、すごい仲良くなってさ、仲良くなったって言い方あれやけど、すごい親身に話してくださって、え、これ作ったんですかって、普通にめちゃめちゃ可愛かったから買っちゃった。うん、それだけ買った。うん、あのね、
それこそ三国無双、前の舞台の三国無双のあの五軍の皆さんにそうなんか渡したいなと思ってっていう話多分一回したことあると思うんですけど、その時に買いに行ったお店、そうで買った、そう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 、そう一緒にプレゼント考えてくれてさ、その店員さんが、お気に入りです。そう、あとさ、お店がいつもつけてたね輪っかのピアスがさ、昨日朝の撮影の時にねどっか行っちゃって、そう昨日の夜気づいたの、あなくなってると思った。そうだから今日はこれつけてた。そう撮影の前に外すってなって外して、それをその時の使ってたカバンに入れてんけど、それお店のカバンじゃなくて、そうワンチャン、ワンチャン事務所に行けばあるんかなとも思うねんけど、そう話、他人のカバンに入れた、違う違う、撮影で使ってたカバンにそう入れててね、そのカバンで移動とかいろいろしてたから、悲しい。だから事務所行ったらあるかもしれへんってね感じなのよ。今日ね歯めっちゃ痛いの、おいしい。今日久しぶりに歯医者行ってさ、朝歯動いてるよって感じがさ、痛いめっちゃ。そう痛い、歯が痛い。うーん、ダメ止め飲んでるの？飲んでない、飲んでないな。まだまだ動かすのね、動かしてるよ歯を。なぜ飲まないのですか。別にこの後何もないしなと思って、お仕事とか家でやらなあかんこととかさ、覚えらなあかんことは今日は寝ちゃうんだけどさ、まあ、別に我慢できる程度だからいいかな思って。いいかな思ってね。やばい、めっちゃ眠たい今日。うん、一瞬寝るって、一瞬寝たらもう朝まで起きひんわなんか2日間ぐらいさ3時間とか2時間とかしか寝てない気がする。うん、眠た。もう考えたら奈良は平和やったわ奈良は平和やったな。
じゃないないねって。でもね、逆にハイになってるの今なんか。出てくる幸せっていやね、ご飯今日はどうしようかしら。たくさんお食べて食べる。部屋は片付いたって。片付いた、めっちゃ綺麗今。あとは水回りをねもうちょっと綺麗にしたいなと思うけど、部屋はね今めちゃめちゃ綺麗。そう、ハイになったついでに部屋も片付けたりしたから綺麗になったでー。でもね、今電球がね 1,2,3,4 個切れてるのよ。本日の部屋めっちゃ電球切れるわ、なんかそう、まあ、こんぐらいがちょうどいいっちゃいいねんけどさ、なんか明るさ的に。気が向いたら電球は変えよう。今やコンビニでも売ってるよって。なんかコンビニのやつ買ったのよ2個ぐらい。どっちも合わへんかったそう、どっちも合わへんかった。だから無駄になってる電球が鬼神神2個ある。電球ってどうやって処理したらいいのそう、電気屋さん行かないわ。なんかハマらへんかった。燃えないゴミか。わかった、うん、調べなかったの。いや、なんか前は前切れた時に買った時はこの電球を持ってったのよ。でこれと同じやつくださいって言ったんだけど、そうコンビニでこれ売ってるやんって2種類ぐらいあって、どっちか買っとけばまあ合うやろうと思って買ったけど、どっちも合わへんかった。残念。そう、そうどっちも外れやった。電気屋さん開いてなかったのよ、その時間帯行った時。もう夜中やったからさ、その仕事帰りで。そう、でも電球欲しいわと思って、クローゼットの中の電球がとりあえず欲しかったの。その時はクローゼットの中の電球も消えてて、でそれ欲しくて、でも開いてなくて、でも昼間行く時間とかもなかったから、とりあえずどっちでもいいわ買ったけど、残念。コンビニには置いてないっぽいわ。電気屋さんちゃんといいかな。うん、今日眠たい眠たい、今日眠たい。なんかね、今から覚えることいっぱいあるのに、えぐいな。
えぐいな。仮眠した方がいい。でも多分仮眠するなら今もご飯食べてお風呂入って寝て3時間ぐらいで起きてからそっから台本をめちゃめちゃ頭に入れてレッツゴーって感じが一番良さそう。だけど今から2時間じゃ決めようじゃん。今から2時間覚えるじゃん台本。9時半ぐらいや多分。今からお風呂入ってご飯食べてで10時半ぐらいから3時間寝るとするでしょ。じゃあもう1時から覚えてってそのまま化粧して準備して行くのが一番頭に入りやすそうな気はする。ね、そんな感じでいこうかじゃ。アンキパン欲しいよね。アンキパンちょっと売ってくれへんかな誰か。ねえ。パンさえあったらさ世の中ねえすごいよ。で何金必要かとりあえず食パンってこんぐらいのサイズやろ。え、めっちゃ食べやなあかん。お腹いっぱいなる。お腹いっぱいなるわ。大食いじゃないとあかんやんじゃん。私裏表とか書いていいのかな。なんか耳の部分とかさ、耳の部分とか裏表とか書いていいなら。いう感じよね。うん、フレンチトーストとかにしようね。食事楽しむ気やん。すごいそんな便利な道具に食事の楽しさまで求めちゃってるやん。でもお西は食パンはそのまんまか焼いてマーガリン塗って食べるのが一番好き。うん、それが一番好き。うん、そのどっちか。でも一番おいしいのはマーガリン塗るやつやな焼いて。
でもしあれも好きやった。握手会あった時絶対ね食べててんけど、食パン焼くやん、焼くやんっていうかその焼く前に食パンにハム乗っけて、その上にとろけるチーズの四角いやつを乗せる。そのでそれで焼いて、嘘間違えた、まだ焼かへんわ、ケチャップかけて焼くの。それが一番おいしい。これもさっきの違う、一番ではない、それ二番目ぐらい。あれ食べたらよっしゃ握手会やっていう気持ちになるね。なんか今から握手会やっていう握手会の合図みたいな。勝手に焼いて食べていいのそれ。いいよね食パンって。食パン食べたくなってきた。なんか食パンないな。あ、サイン会の合間にモムちゃん見に来たよって。え、今サイン会やってんの。え、じゃあ鬼子再会参加できたんじゃね。え、今サイン会やってるの。え、AKB がサイン会やってるの。え、鬼子やってるじゃん今ショールーム普通に。え、参加できたじゃん。あれ全然サイン会できたじゃん。ピエン、そやな。楽しんでサイン会じゃ。大西は台本と向き合うのを楽しむわ。さあ思うけどさ、一人で台本ってさ覚えれへんよね。一人で台本ってさ私覚えれないんだよね。会話の流れさ、自分のセリフさまず覚えるじゃん。でもさ掛け合いがないとさ何やっけってなるから、一人で覚えていいってえいっていうのがさ苦手なのさ。難しいね。眠たくなってきた。なんかちょっとこのままおいしおるおいしててもちょっとダラダラしちゃうわ。終わって、でも今ご飯なんか食べたら確実に終わるから。ご飯を食べたら確実に終わるから一旦このまんま台本を覚えていきたいと思います。眠いよ。
私にはね相棒のレッドブルがいるからさ。なんかさ、レッドブルで思い出した。あのさ、なんか美味しい。なんかこうパッて目覚めたい時とか、なんか集中したい時レッドブル飲むんだけど、そんな日常でさ飲むことはないのよあんまり。なんか舞台とかお稽古中とか大体そっち系で飲むこと多くて、なんか演技する時の方が飲むこと多くて、 AKB の活動ではそんなの前だけど、でこうこの間の三国志の舞台やって、でこう舞台袖にその自分の飲み物とか台本と か、 なんかそういうの置いておける場所があるのよ。でそこにあのお水とか自分のやつ置いてんねんけど、でも袖水っていうんだけど、袖水があって、まあ、自分の名前書くねんけど、お水は袖水プラスあのキャップ付きのねレッドブルを袖に持ってってて、そう周りの共演者の方々に袖水レッドブルはやばいでって言われて、そうおもろかった、めっちゃみんなに言われた、そうレッドブル飲んでた、美味しいよ。よし、レッドブル飲んだし頑張って覚えたいと思います。よし、頑張る、頑張ります。じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位、チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がコバットマーク大西推しさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がツバッサーを授けるさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がタカタカさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がさっきやっとマーク大西軍アットマークがんばらねばギブアップさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がアイスさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が、ガーリックジュニアさん、ありがとうございました、イエイ。はあ、ありがとうみんな。ということで、頑張ってくるわ。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では頑張ってきます。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。